皆さん、こんにちは。インスパイアの方です。今日もユーストリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報、生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、少しマーケティングの話というかですね、まあ、経営者についての話というかですね、したいと思うんですけど、これ実は、今からもう5年ぐらい前かな、4年ぐらい前かな、に、実はブログで一回書いてるんですけど、まだ動画を撮っていなかったっていうことと、あと少しですね、その資料をバージョンアップいたしましたので、改めて、リライトしてですね、今日皆さんにお話をしたいと思います。まずはこちらの方をご覧ください。はい、ではまずですね、ちょっとこの図解の説明をしたいと思うんですが、この縦軸と横軸とありまして、まず横軸からいきます。横軸、ここ0があるんですけど、この0から右に行けば行くほど、商品サービスのことについて一生懸命考えている人みたいなイメージにしてください。で、縦軸はここ0にした場合、上に行けば行くほどお客さんの方を向いている、お客さんの方を考えているというふうに考えてみてください。で、まあ、100点満点、50点満点みたいな感じで、この4つにですね、分類してみたところ、こんな感じになりますよということで、説明していきたいと思うんですが、まずですね、右下、この職人さんが分かりやすいので、ここから説明いたしますが、職人さん、イメージ的にはですね、頑固親父のラーメン屋みたいなのをイメージしていただきたいなと思うんですが、この方っていうのはですね、とにかく、自分の商品、味を追求することに一生懸命でですね、お客がどう思うが、俺がいいって言えばいいんだ。ね。俺の味を追求するんだ、みたいな感じでやってる方っていうのをイメージしていただきたいんですが、つまり完全にお客さんというよりは自分の商品の方に向いていて、商品を追求していいものを作れば売れるはずだというふうに言ってるポジションの方を職人というふうに僕は呼びます。で、この職人っていう方は、実はね、じゃあ本当に美味しいものを作ってたら売れるかっていうと、これまたね、別問題ですよね。で、いわゆる商品はいいんだけど売れないっていう場合は、いわゆる売りベタっていうような言葉があるんですけど、ここになるのはなぜかっていうと、顧客視点が足りないからなんですね。その自分の商品側の方をかなり向いているので、顧客視点がないので、どうしてもね、物が売りにくいという方がいらっしゃいます。で、僕は昔言ってたのは、そういう方にね、もっと顧客視点を持ちなさいっていうふうに言ってたんですよ。ところが、最近ですね、ちょっと考えを改めまして、いや、そうじゃないということで、職人はもっとこの右下、もうお客さんのことはいいから、もう商品のこと100を考えるような方に行った方がいいというようなことを最近言うようになりました。例えばもうアップルっていう会社なんかは、まさしくそこを追求してると言ってもいいんじゃないかっていうね、イメージがありますよね。とにかくいい商品を作れば売れるはずだっていうような感じになってると思うんですけど、それはここなんですよ。ところが、実際にはですね、どうかっていうと、この職人さんはね、やっぱりこの頑固親父のラーメンは、できればラーメンもっと売りたいわけですよ。じゃあどうすればいいかって話をですね、今からしていきたいと思うんですが、この左上、この左上に行きたいと思うんですが、商品のことはあまり商品には向いていないんだけど、お客さんの方にすごい向いてる立場の人、ここにカリスマっていうふうに書きましたが、わかりやすく言うと、三流メーカーの売れてる営業マンっていうイメージです。つまり三流メーカー、要するにですね、トップメーカーではないにもかかわらず、その自分の営業力があるがゆえに、営業力で売ることができる人たちっているんですね。これは私も昔ですね、経験いたしましたが、自分の会社よりも明らかに劣っている会社の商品っていうのをね、お客さんがね、買うんですね。で、なんでうちの方がいいじゃんって言ったら、確かにお宅の方がいいんだけど、あの人よく来てくれるし、まあせっかくね、もう長い付き合いだし、みたいな形で、その方のね、商品を選んだりする。これはまさに、お客さんに近いポジションを取っている営業マンっていうのは、もうこれだけで売れていっちゃうんですね。で、ここ、ものが売れない不況でこそ求められるのは、普遍的なテクニックでギネス記録12年連続ナンバーワンということで、営業ですね、販売の神様のですね、写真が出てるわけなんですけど、この自動車をね、売った方なんですが、このようなカリスマ店員さん、まあ、例えば109のカリスマ店員なんかもここに入ると思うんですが、こういうポジションの人がいます。このポジションの人は、
変な話ですけど、物を売るんじゃなくて人を売ってるような人なんですね。なので、なんなら、まずいラーメンで売るぐらいなんで、だったら美味しいラーメンだったらもっと売るよって話なんですね。だから、このカリスマ営業マンっていう人とね、営業のプロと職人さんが組むことによって、職人さんはもっとね、お客さんを呼ぶことができるし、営業マンはもっと物をね、売ることができるようになると思うんですね。これが、ここの、お客さん寄りなのか、商品寄りなのかっていうところの話になるわけです。で、今度右上の方に来たいと思うんですけど、右上は、お客さんの方にも向いてるし、商品の方も向いてる。どんな状態かっていうと、ここに出てる、ワインのソムリエで有名な田崎真也さんみたいなイメージだと思ってください。いわゆるソムリエっていう商売ありますよね。最近ね、すごい注目されている、ポジションなんですけど、ソムリエっていうのは、お客さんのことをよく考えて、お客さんの方を向いていて、お客さんが一番いいというもの、求めているものを探してあげますよというポジションにいながら、一方で、商品のことも誰よりもよく熟知していて、その商品で一番合ったものとお客さんが求めているもののマッチングをして商品を提供する。これをソムリエっていうふうに言うんですね。なので、この顧客も、顧客視点でもあるし、商品視点も高いと。この右をね、このここを追求すれば、そういうことになるわけですね。100と100になるわけですね。このポジションがあります。ただ、ソムリエっていう商売は、皆さんね、ワインのソムリエを思い描いててもいいし、他の商売のソムリエでもいいんですけど、あんまりね、儲かってるというイメージがないんじゃないかなと思います。この人たちって、儲けること難しいんですよね。なぜかっていうと、お客さんのことを考えつつ、一番ね、儲かるものっていうんじゃなくて、儲かるって言ったらこのお客さん視点じゃないんで、そうではなくて、お客さんが求めている、できれば一番ね、安くていいものを、マッチングしてっていうふうになってくるので、すごくですね、商品難しいんですね。商売難しい。なので、利益を取りにくいとも言えると思います。ただ、すごくですね、顧客側には好かれるポジションなんですね。だから、ここのポジションっていうのは、実はこの職人さんのラーメン屋さんの中の人がソムリエをすることはできないんですね。普通は外部の人間になります。なので、例えばそのラーメンソムリエみたいなね、ラーメンの詳しいと言いますよね。そういう人と職人さんが、まあ、組むという言い方変なんですが、職人さんがそのラーメンソムリエの人と、うまくですね、ラーメンを食べてもらったりとかして、分かってもらえれば、どんどん進めてくれたり、マッチングしてもらうってことがあるわけですよね。なので、やっぱり組むという考え方が必要なんですね。だから、ここはもう完全に外部の人間です。で、このような形で、3つ紹介してきたわけなんですけど、ここのですね、さっきお話した縦軸はお客さんに向いてるか、商品に向いてるかって話をしましたが、実は、この左下のポジションを考えるときには、今度は逆に向きに考えるんですね。商品の反対向きは何かっていうと、お金。お金のことをすごく考えている人という感じになるんですね。で、今度顧客。顧客を考えているの反対は何かっていうと、自分を考えているっていうことになるんですね。そうすると、この左下のポジションっていうのは、お金大好き、自分大好きっていう人なんです。まあ、自分が良ければいいっていうような考え方なんですね。ここのポジションにね、いらっしゃる方、ここ今ね、ホリエモンさんが出てますけど、偶然にも金儲けっていうですね、T シャツを着ていますが、その、儲けるためなら、利益を出すためなら、投資するよ、出資するよっていうような、方々ですね。この方々っていうのは、儲かるんだれば、何でもやってくれるっていう、まあ、言葉悪いんですけどね、そういうポジションなんですよ。そうすると、例えば、このラーメン屋さんがね、すごい売れるっていうことが分かっていれば、このいいものをね、作ってるってことが分かっているんであれば、だったら、俺がお前の会社に対して、お前のラーメン屋さんにフランチャイズ展開を、するように出資するよとかね、それすごいいいから、通販で売ったらいいよって言って、その金出してやるから、やってみればいいんじゃないみたいなことを提案することができるんですね。で、これ普通の会社の場合は、ここが株主になるわけですよ。その会社に対して、将来がね、期待できるなと思ったら、出資をするっていうことになるので、こう株主になるわけですね。一般的には投資家っていうふうに書きました。このような4つあるわけです。で、私は以前ですね、この自分が
自分の商売において、この営業をやってる方も、職人のね、目線も大事だし、ソムリエの目線も大事だし、経営者なんだからお金のこともね、分かってなきゃいけないよみたいなことよく言ってたんですけど、これらの4つのポジションですね、こう自由に動ける人っていうのは、なかなかやっぱりいないですね。これやっぱ才能だと思うんですよ。で、この4つのポジションを自由に動ける人が真ん中に書いたマーケッターと呼ばれる人、いわゆる私みたいなコンサルタントとかをしている方っていうのは、こういう4つの視点で考えられる人じゃないかなっていうふうに思うんですね。で、結局僕が言いたいことは、やっぱり誰かと組んだ方がいいっていうことなんですね。例えば、ホンダだったりとか、ソニーだったりとか、アップルもそうですけど、こういう大きい会社で成功した時には必ず経営者と一緒に、ペアになって頑張ってる人がいます。それはブレインだったりとか、いろんな方いると思うんですけど、やっぱり、この組み合わせないかなと僕は思うんですね。そういうような、マネジメントですよね。人を雇うか、外注で見つけるのかっていうね、組む相手を見つけるっていう方が、実はビジネス早くうまくいくんじゃないかなっていう気がしています。特にこの投資家っていうのは、まあ、すごく魅力的なんですね。結局大きくなった会社を見ると、やっぱりね、この出資してくれる人っていうのがやっぱいるんですよね。ここがいるから、大きくなる。やっぱり出資がないと、小さく、ちょっとずつね、拡大していくしかできないんですよね。利益がないから、お金がないからですね。というような、この4つがあるよってことなんですけど、ここで面白いのは、この4つからね、はみ出した人がいるんです。これが今までブログで書いてなかったことなんですけど、この右下、もうですね、この、お客さんのことの思い度合いがもうゼロを下回ってマイナスに行ってしまう。で、今度ですね、商品のことを思うのが、商品が100を超えちゃう。こういう風な状態になってしまうと、オタクっていう風に言われるんですね。もうただのオタクですよ。その、なんかラーメンオタクですよ、みたいな。それ商売になりませんよっていう、領域にね、入っていくので、ここにはならないにしましょうね。で、今度右上。お客さんのこともすごい考えてるし、商品のこともすごい考えてるし、みたいな感じになると、結局、お人よしになっちゃうんですね。いい人で終わっちゃうんですね。これ商売にならなくなっちゃうんですよ。だからやっぱり商売するためには、ギリギリのとこで自分たちの利益を確保できるようにしなきゃいけないんですが、ソムリエを追求すればするほど、お人よしに近づいていくってとこが難しい。だから、ソムリエっていうポジションで商売していこうと思ったら、やっぱり投資家みたいな人と組んでですね、ソムリエっていうポジションを、評価してくれる人と組んでいかないと難しいんじゃないかなと思うんですね。今度左上。お客さんのことはすごい考えてるんだけど、お金のことをすごく考えるようになってしまう。商品じゃなくてお金のことを考えるようになってしまうと、変な競争みたいな感じになっちゃうんですね。まあ、要するにカリスマ性があまりにも強くなっていくと、その人がいいよって言ったもんであれば、何でも買いますみたいな感じになってくると、ちょっと怪しい宗教みたいになってきますよね。だからここもちょっとまずいわけですね。やっぱり、ここのゼロから超えちゃうとちょっとまずいわけですね。今度下。もうね、お金大好きだけど自分大好きっていう、もうね、ここの方に行っちゃうと、もう詐欺になっちゃうんで、これもやっぱりダメなわけですね。ただ、このギリギリまで、投資家と詐欺って、紙一重じゃないかなと思うんですが、このギリギリまでね、追求するっていうことが、商売だと思うんですね。この左上、右上のね、この角まで追求するっていうのが商売じゃないかなと思います。で、これ皆さんに、これなぜこの話をしてるかっていうと、自分が商売をしていて、好きなポジションってあるんですよ。お金に関して関わってるのが好きな人もいれば、自分は、お客さんのことよりも商品開発を一生懸命やりたいっていう人もいれば、ソムリエみたいなポジションがいいっていう人もいれば、自分は営業マンが向いてるっていう人もやっぱいるんですね。やっぱこの自分が好きなポジションに、行くんだれば、全部をやろうと思うんじゃなくて、やっぱりそこを極めてほしくて、で、そこを極めると他のことができなくなるので、誰かと組んでいく、他の会社と組んでいくってことも必要なんじゃないかなと思うんですよね。で、これは、会社の中でもポジションを、いろんな方で、分担するってことも大事だし、企業としても自分たちの業界でどのポジションに立つかってことも実は、大事だったりします。このような視点で考えてみると、マーケティングいろいろ見えてくるんじゃないかなと思います。ということで、今日はですね、経営者は自分に適したポジショニングを見つけて、そして、社内、社外のですね、マネジメントをしていこう、ということについて、お話をいたしました。インスパイアのことでした。ありがとうございました。バイバイ。